こんばんは、勝手にロックです。ポロロッカリンドの私、あなたの高校、木村と。どうも、ヤバオカモモです。中村龍太です。よろしくお願いします。ももちゃん、休みな。そうなんですよ、ちょっとね。風邪。今日なんか調子悪いみたいで。あ、そうなん。うん、僕ら二人で。寂しいな。うん、進めていこうかと思いますけども。大丈夫ですか？こちらこそ大丈夫ですか？よろしくお願いします。こちらこそです。はい、この番組はですね、夢を諦めないアーティストの僕ら二人がロックスターになるにはどうしたらいいのか。リスナーの皆様や周りからご意見をいただき、またあなたの夢をどうしたら叶うかと僕ら3人で考えて、そしてみんなで勝手にロックフェスを開催しようではないかと、希望と野望と野蛮に満ちた勝手な番組ですと。ということでですね、いかがですか、ね、これ勝手にロックという番組でも今日で、4月の頭から5回目ね。5回目なんですけども、もう慣れてきたんちゃう？いやー、まだまだ緊張しております。いや、もう大ベテランが。いや、何をおっしゃいますか。ほんま？いや、あのね、あの、兄貴。はいはい。ゴーゴーさん。兄貴、こないだね、はい、中学生の音楽の教科書を見ることがあったんですよ。最近？そうです、そうです。あ、そうなん。もう俺らの時代と全然違うで。あ、そうなんや。あのね、あのギターの種類とかでもカラーでいっぱい載ってて。あ、ほんま。で、こんなミュージシャンがいますっていうのが、写真が載ってて。誰がいんの？ジョン・デンバー。ジョン・デンバー、うん、出てんの？でも写真載ってんねん。へぇ、ウェス・モンゴメリー。あ、マジで？うん、これ最高やん。でも3つ目がね、すごいんですよ、レッド・セッペリン。あ、マジで？うん、あ、これ多分ピアノの伴奏でブラックドッグとかみんなで合唱するんちゃうかなと思ってるけど。まあ、小学校のあの教科書で。中学、中学。あ、中学。うん、セッペリンが出てんねん。セッペリン出てんねん。あ、すごいね。すごいね。ええ話やわ。音楽そんななかったでしょ？全然ないわ。ですよ、ね、クラシックばかりちゃう。いや、それはないんじゃ。いやいや、これはもうクラシック、セッペリとか絶対ないわ。セッペリはなかったね。ない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 。うん、ね、あとボンマーレとかも入れてくれたらいいのね。いや、入るんちゃう？入るかな。そういう意味ではビートルズとか入れたらいいのに。うわー、入ってたらするんちゃう。イエスタデーとかあったしね。イエスタデーとか入ってたね。入ってたね。うん、イエスタデー弾ける？分からへん俺世界の名曲全く弾かれへんから俺は、うん、なんでそんな見る機会があったん？いや、ね、ちょっとまあ別にそこは思んないんで。中学この人と付き合ったとか。で、付き合ってないけどね。ちゃうね。まあ、そういう機会があったんですけどね。あ、そうなんや。はい。というわけでね、もうなんか時代が全然違うなと。という話でした。よろしいですか？あ、全然大丈夫。はい、というわけでですね、この番組は京都木屋町ティーズスタジオ、神戸三宮アートリウムミュージックスクールの提供でお送りいたします。ティーズスタジオは京都木屋町立誠小学校すぐ横、歌詞音楽スタジオ9部屋、ライブスタジオ、レコーディングも可能です。ティーズスタジオ京都で検索。はい、というわけでですね、今日はスタジオにですね、ティーズスタジオの青木さんご本人に登場していただいております。どうも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 、おはようございます。おはようございます。いかがですか、スタジオオープンしてもうね、結構1ヶ月ぐらい経っちゃいました、うん、はいはい、まあまあやっとちょっと落ち着いてきてね、うん、いい感じかなと思ってるところに。なんかスタッフの方、はい、なんか皆さん仲良しで いい雰囲気ですよね。なんかね、うん、スタッフはいい感じになってきましたね、うん、いい感じだね、ほんまね。ただね、今日ね、犬が来たのよ。いや、さっき見たよ、めっちゃ可愛いね。可愛い。どういうこと、どういうこと。犬一目惚れ。どういうことですか、来たっていうのは。犬飼ってきました。マジで？スタジオで飼ってるんですか？豆柴。うそやん。さっき見てない？見てないです、見てないです。今日可愛いよ。可愛い。え、マジで？強烈。これはね、うちのマスコットボーイ。マジかいな。すごい。あいつ可愛いな。可愛い。スタジオで犬を飼う。
そう、であれを CM に出して荒稼ぎしようかと思って、うん、悪青青木が出てますよね。そうそうそう、リアルに出せるよ今、うん、いやめちゃ可愛かったわ。 あれ可愛いのよ。一回ね犬も見に来てもらえればと。へえ、ぜひぜひ。へえ、なんかキャンペーンとかは。キャンペーンはね、6月30日まで、はい、バンド練習1時間1000円、安い。そして、個人練習1時間500円で安いな、共にやっておりますので。結構いっぱい、全然知らん人も来る。あ、もうね、たくさん来ていただきますよ。あ、ほんま。で、なんかね、朝6時頃ね、スティック2本持った人が来てね、個人練習1時間って言って。あ、ほんま、見知らないおっちゃん、見知らぬおっちゃんが。え、6時から、朝6時から。あ、何しとんねんと思ってんだけどね。ほんでスーツ着て仕事出勤。あ、シャワー浴びてスーツ着て。あ、そうだ、ええやん、それ。いる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 。これあのティーズスタジオは24時間なんですよね。24時間営業でございます。だからね、もう皆さんぜひ、秋山町のティーズスタジオまで足を運んでいただきたいなと。ティーズスタジオの青木さんでした。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。どうもどうもありがとう。というわけでですね、ここでポロロッカの曲を1曲お聴きいただきます。スタンディングアッザクロスロードです。どうぞ。お前にとってはお前のこと、俺にとっては俺のこと、だからちょっとだけ時間をくれないか。決して見放すわけじゃないけど、俺たちいずれ一人で旅立つんだぜ。誰の支えがなくても立ってられるように、いつだって俺たちは別れ道の連続なのさ。Ta-da-da-da!
い、お聞きいただきましたのは、私が歌っておりますポロロッカリンドのスタンディングアッツザクロスロード、お聞きいただきましたけど、ええ曲やね。ありがとうございます。結構ライブでねやってるよね。ああ、そうなんですよ。このこの間のね、うんうん、カミング神戸でもやった、ちょっとやらさせていただいて、はいはい、してます。やったんて、もう全然か無関心。いや無関心じゃ、俺一緒にいて見てたよ。あ、まあまあ、うん、そう、盛り上げてくれて助かったわ。もうポロロカリンゴとドとね、うん、ヤバオカムーブメンツカミング神戸出たんですけど、そういかがでした兄貴。なんかもう練習リハとかないし、うん、大丈夫かなのが最初あったけども、うんうん、なんとか乗り切ったような感じはあるけど、いや、おもろかったね。気持ちよかったわ。そう、結構早め早い時間帯から出れるから、はいはい、終わったらこう遊べるやん。遊べるしね。なんかね、これ歌ってるとね、うん、まあ兄貴も歌うじゃないですか。はは、こう自分の声がでっかいホール中に鳴り響いてる感じがね、はいはいはい、こう外音が回ってきて、うん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 、そんな感じでしたね。おすごいなと思って。中の音 どうでした。でも中の音はもうよく分からへんけどね、ああいうイベントは。もうなんか、まあまさにええ感じだったね。うん、いつもうこんな話どうでもいいかもしれんけど、中音っていつもどうしてます。中音人によるよね。あれ人によるあんま気にしてないね僕。あんまりモニターならせへん感じですか。いやいや、もう一応声だけ聞こえるようにしてもうて、うん、あとはドラムに全部合わせてみたいな、自分の音を。あ、生の聞こえてるドラムに合わせて。そうあ、そうなんや。そうそう、ほんでほとんどリハできひんから、うん、うん、来やらへんので、うんうん、本番まで、うんうん、あのドラムの人が、うんうん、はい、あ、そういうことか。いやいや、まあリハいや、せん方がええんかなとか思ったけど。それ、PA さん泣かせですよね。いやいやいや、あんまりこだわりはないけどね。あ、そう、うん、で、どんなの教えてくれへん逆に。いや、俺でもドラム3点クソほど鳴らすんですよ。あ、そうなん。うん、もう自分の声聞こえへんぐらい。あ、ドラムをできるだけ鳴らしてもらいます。ほう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 。あ、クソほどってことでもない。ドラムの音を自分に変えさすこと。でも自分の音をモニターもらいますね。それ、なんか意味あんの。例えば自分の声が聞こえにくくなるから声張るじゃないですか。ああ、そういうこと。なるほどね。、うん、いや、アホなやり方やなそれね。アホなやり方やねんけど、それはそれでええと思うわ。でもなんか全員がねドラムに合ってたらええかなっていう感じかな、うん、まさにほとんどやっぱこう慣れた PA の人やったら、うん、ちゃんとしてはるけど外音は。あ、もちろんもちろんもちろん、ねね、うん、ほんま究極にゴツゴツせえへん限りね。うん、私もう安心して、うん、声が聞こえてへんかっても、うん、もうええかな思っても信用してやってる。あ、そうやね、うんうん、でそう話戻ります。はいはい、どうぞ。カミング神戸いかがでした。いや、カミング神戸まあまあ最初ちょっと緊張しましたね。うぜ、あの音出るかなとか。じゃあ、うん、あのポロロッカリンドやった後あと10分しかないんすよ言われて、うん、一応3曲用意してたんやけど、うん、もう2曲で行こう思って。あ、そうなんですか。そうそう、45分まで言われて、あと9分や思って、はよやろう思って、ちょっと早めにやろうかなと、うん、真面目なんで。真面目ない。真面目な。人殺しみたいな顔してんのに。いやいや、一応頼ませって言われたんで、うんうん、頼ませって言われたらね、はいって言う。あ、そうですか。イエスマンなんでね、うん、一応基本が。いや、あれね、カミング神戸ね、まあ演奏もちろん、お客さんとライブっていうのももちろんやけど、はいはい、その楽屋のところで裏で、はいはい、バーベキューとかやってるじゃないですか。やってるね。あのスタッフだけで、うんうん、出演者とスタッフさんだけの、うんうん、でビールとかも飲み放題やねや。もうパラダイスやね。あ、もう最高やね。うん、私あれはイベントやってるとやっぱすごいよね。フリーやしね、値段。うん、それすごいよ。すごいわ。イベントやしね。ね、まだ来年も行きお邪魔したいですね。ぜひお願いしたいですよね。はい、カミング神戸最高っすね。あ、最高でした。もう最高です。まあ、これがあの普通のイベントじゃなくて、うん、まあ、神戸の震災の復興の一環っていうのがそういいですよね。そうやね、うん、ちょっとでも力になれたかなと思っております。はい、思ってます。はい、カミング神戸でした。はい、そんな感じであれやもんね。僕らもなんかフェスをやろうかなと。あ、番組ですよね。そうですね、うん、まだ続いてたんですね、ごめんなさい。フェスもなんかちょっといろいろ考えてきたよね。そうです ね、うん、どこでやります。どこ、やっぱ神戸ちゃいますの。ラジカンやったら着いた神戸。いや、うん、神戸で。神戸ね、うん、神戸でもいっぱいやってんじゃん。あ、そうなんや。うん、あ、やる場所がないの。ほんじゃ、なんかのフェスにぶつけていこうか。ジャズストリートの日にぶつけていこうか。ジャズストリートやってる人怒られるな、それ。なんかの日にね、やっていきたいなと。なんかね、考えてやっていきたいですね。やっぱね、フェスがね、あの
まあ、各々人気あるバンドも出てはった、もちろん出てはったけど、やっぱりフェスやからあんだけ集まるわけじゃないですか。そうね、やっぱ見に来る人もちゃうしね。そうそうそう、いっぱいいるわ。なんかよく音楽離れしてるとかって言うてるけど、あれフェスは結構大成功なんじゃないんですか、フジロックとか。めちゃめちゃ大成功。とか4万人ぐらい来てるらしいし、来てたらしいし、まあ、無料っていうのもあるけどね。無料ってすごいよね。フェス楽しいもん。おもろいね。ちなみになんか俺ね、あのフジロックとかも好きで行くんすよ。ああそう、ちょっと遠いけど最高っすね。フジロック出たいな。出たいですね。うん、このカジノに便乗していいですか。うん、いや何言ってるんですか。うん、出たいっすわ。あの雰囲気が独特やしね。そうだね。ライブ会場にバーベキューの匂いがしてるっていうのがもうテンション上がるよね。要はさ、あの、すぐ終わった直後に、あの肉の場所発見するのすごいね、自分。ああ、もう俺肉を食らう派やからね。そうだね。うん、いやどこ行ってんやろ、またもう肉の場所にいて。食らってたよ、もう。うまかったわ。めっちゃ美味しかった。うまかったね。そうそうそう、普段ね。あんま肉食わへんねんけど。うん。じゃあやっぱ最近肉派やわ。うまいわ。あ、そうですか。どうでもいい、まあ、誰が肉派やとか興味あんねんと思って。最近肉美味しいな思って。あ、そうですか。はい。そんな感じです。はい。はい。はい。で、はい、曲いきますか。え、いきます。曲いきますか。ありますわ。はい。もうそろそろちょっと、ほんじゃあ兄貴。はい。もう兄貴喋っとったらポンコツバレるから演奏したな。はい、ヤバオカムーブメンツで、はい、後で説明します。はい、ナバライブです。よろしくどうぞ。はい、
手にロック。まあ生ライブで、はい、ティーズスタジオやろうとしてますわ。いいですね。うん、そうそう、そんなわけで、あの今度5月16日に土曜日、はい、あの神戸で、うん、タワーレコード神戸店、ラジオ関西勝手にロックのフリーライブ、おあのいい、ね、ももちゃんと一緒に、いいですね、ミント神戸2階のデッキで、うん、15時半から、うん、観戦無料です。いいですね。ぜひぜひ、はい、お越しくださいませ。はい、3時半からやってますんで、ね、はい、3時半からももちゃんと中村龍太で、はい、2人です。お願いします。はい、そしてですね、この番組ではですね、メッセージリクエスト曲を募集しております。また私たちにしてほしいことなどでも構いません。勝手に @jocr.jp katteni@jocr.jp まで、メールお願いします。はい、よろしくお願いします。それでですね、この番組のメールマガジンも発行しております。 rock@imamail.com、rock@imamail.com ですね。登録どうぞよろしくお願いします。お願いします。それではですね、もうお時間になりましたので、はいはい、早いね。ここでですね、一曲お聴きいただきながらの今日 ね、うん、ゼッペリンの曲で今日お別れなんかどうですか。最高です。ゼッペリンのブラックドッグ、それ行く、うん、大好き。でお別れしましょう。大好き。この後もラジオ関西でお楽しみください。私あなたのゴーゴー木村とヤバオカムーメンス中村龍太でした。それではさようなら、また来週。